あ、その前の伊藤選手のパスが素晴らしかったですね。なるほど。そしてここも守ったのは秋田。中山リングへアタック。空いたシーンを増やしていけるといいですよね。ここはなんとか中山残して外見ていました。長谷川決めた。入ってすぐ長谷川選手決めましたね。中山のフェイントアタックからキックアウト。オウラー、簡単にボールを運ばせない。狙っていた中山スティール。アイバーソン。なのでそのサイズのミスマッチのところを茨城は優位に使いたいですね。はい、このリバウンド中山が拾っています。逃しません中山。あった3シーズン目の古川、押し込む渡辺、ディフェンス伊藤、スティール。中山のスティール2つ目。ここはディフェンス高橋光陽、まあ、森真が今ポイントガードの役割。マカルーショット落ちました。さあ秋田、ここはしっかり乗っていきたい。残り1分です。中山が行く。中山バンクショット。さあ中山決めて1桁8点差。今みたいなミスショットからこれ得点をつなげると、中山、うん、中山もう一度セカンドチャンス決めきりました。専修大学時代から彼のポテンシャルというのはよく知ってるわけですよね、はいはい、まだまだ半分も出てないですよね、はい、そのくらいのポテンシャルを持ってる選手ですね。マカルー選手、マカルー選手はですね、もう先シーズンと比べて先シーズン途中からですね、非常にオフェンスと得点能力が上がったと思うんですよね、はいはい、それが今この試合の3連勝。西村と今度はオーラが当たります。これは千葉、トータノバー、これは運んで中山イージーバスケット。ビッグマン2人で囲む中、切れ込んでの中山、今スイッチをしている状態。ここから戻って中山、富樫が1回後ろに下がりましたがアタックを選んだ中山。いいですね。古川から中山、古川、昨日30得点の古川、自分で積極的に行く、外に出す中山が侵入、外に出すグリーン、かわした。ああ、フックシュートは無理、抑えたのは群馬。まだうまい、ああ決まらないか。リバウンド秋田。いやー、横浜なかなか決まっ得点取れないですね、中山リングにアタック、バスケットカウント。比較的時間をかけます。あっと、ここはハードショーできたのは横浜の守備。ヘルプに行く小牧、合わせた古川、シュート決めました。横浜はこのオフェンスをやりたいですね、はい、ベクトンは今日これが初得点。外から中山、オープン決めました。ボリー止まってノールックパス、アウダの合わせ落ちる。さあ秋田、最後のオフェンス10秒ありましたがスティールからアウダー。ここは前田に中山、マケンリのピック、そして奪い返した秋田。いいですね、まあ、どんどんそういうところを、ね、出してほしいなと思いますね。本崎がボールを運ぶ、奪い返したスティール。いいディフェンスですね。これです、中山いきます。それが大事だと思いますね、まあ、負けてる信州の方が続けなきゃいけないんですけど、どうだった、いいディフェンスですね。中山最後はディフェンスすごくよく足が動く選手なので、はい、しっかりこれもファイトオーバーをしてしっかりとつけてますし、でこの後ねしっかり見てるんですよ。あ、なるほど。第1クォーター最後のオフェンス秋田、棚が近づいてきましたがなかなかパスの出しどころがないという中で中山アリウープ、強烈ダンクはデイビス。後半の1本目もグリーンでいくでしょうか。中に入れて中山フェイダーウェイ、難しいシュート決めました。東京のシュートが落ちています。デイビス、中山オープンだ、スリーポイント、キャプテン決めた、同点です。秋田が東京を捉えました。グリーンのピックを使ってベースラインドライブから外、中山、さあ古川が空いた、スリーポイント、きた、逆転秋田。中野奪いました、中山持ち味見せました、長谷川走って点にしました。さあ中山、北海道ディフェンス激しくなってきましたね、
中山自分で来ました。ダブルクラッチで決めましたね。デイビス、中山、中山パス合わせてきた。デイビスアリウープ、中山へ、グリーンのスクリーン、アンダーの海、中山決めた。あ、強い。レゴ、いや強いですね、中山。接触をされながらです。どうぞお席から離れてください。やはりスリーはおとりになる。中山がデイビスとは逆にいって、古川、古川決めた。長谷川、アイバーソンに綺麗に通して、中山、中山パスに変えて、アイバーソン、アイバーソン、エンワン、アレン外に出して、星野からのみ、あっと中山奪った。さあ中山、ここはイージーレイアップ。ディフェンスはいる中で、あ、タノバー奪った。中山、長谷川、古川、古川ドライブ、連続得点、しかもバスケットカウント。このドライブで自分でこれ中入っていきましたが、抑えたバロンです。さて群馬五十嵐、早いコンテストですが、ね、ここで取られてターンオーバー、3対1のアウトナンバーで3点差。狙われましたね。ここ狙われましたね。中山うまく取りました。寺島には田口がつきます。さあジャクソン、デイビスが長い手を伸ばして、中山が狙っていました。奪って走って自分で点にしました。バスケットカウント。広島としてはタイムアウト明け、アフタータイムアウト、ここは少しやられたといった感じですね。そうですね。さあアイバーソンが奪って、中山中走った、田口が得点にしました。よく走りました、はい、田口茂弘。はい、秋田の素晴らしいトランジションオフェンスを展開しましたね。このシーンです。アイバーソンが奪って、中山が中走ってた田口に渡して、これは見事な速攻を見せました。先ほどあの秋田は 1-3-1 のゾーンディフェンスをしていたので、はい、アイバーソン選手のブロックショットが来るという予想でバックシュートに持っていきましたね。おお、中山の得点だ。少し時間を作ってパスにします。グリーンです。今日スリー1本、2本目が来た。グリーンの2本目のスリーが来ました、秋田、はい、速いパス、デイビス入れて、ね、決めました。映っていますよね。そうですね、あの秋田らしさというところが後半に入って多く見られる。グリーンからパス回しを早めて、中山がドライブして入ってきました。外に回して2秒で外から打ってきました。オーランスリーが来ました、秋田。